ニーベルンゲンの歌によれば、グンテルはハゲネに命じて財宝をラインガーに捨てさせた。グンテルはゲルマンの伝説に登場するブルグント族の王である。北欧の伝承ではグンナルという。いずれも実在した5世紀初頭のブルグント王、グンダハールのことだが、各地でその事跡が伝承された結果、むしろ物語の登場人物として知られる。歴史上のグンダハールが君臨したのは、ブルグントがライン川を越えて、ローマ領ガリアに侵入した後の短い間とされる。簒奪皇帝ヨーイヌスが敗れるまでその戦役に関わり、戦後はローマと同盟を結んで、ライン砂岩に定住した。436年、グンダハールはローマの属州ベルギカプリマに攻め込んだが、翌年紛族の傭兵の助力を得たローマの将軍フラビウス・アエティウスに敗られ、戦死した。こういった史実をもとに、伝説上のグンテルは、フン王、アッティラの宮廷で死んだものとされた。グンテルは、様々な伝説に登場し、中でも、ジークフリートとブリュンヒルドの物語への関わりは有名である。アキテーヌのワルテルの伝説にも敵として登場する。これらの伝説に主人公でない役どころとして登場するのは後付けの設定と考えられている。グンテルがブルグント族の破滅の元となるという物語は時代を下るとなくなっていった。伝説上の人物としてのグンテルはラテン語、中高ドイツ語、コノルド語、古英語の文献やスカンディナビアの様々な図像に登場する。ドイツ語のニーベルンゲンの歌、中世ラテン語のワルタリウス、コノルド語のシノエッタ、ボルスンガサガが特に重要な文献である。グンテルはシグルズ伝説をもとにしたリヒャルト・ワーグナーの歌劇、ニーベルングの指輪においても重要な役を果たす。ゲルマン祖語のガンスマイナスと針の2つの要素からなる。歴史上のグンダハールという名前は、ラテン語のグンダハリウスやギリシア語のギュンティアリオスという表記を根拠とするものである。これが中世ラテン語では、グンタリウス、古英語では、グーソヘレ、コノルド語では、グンナル、中高ドイツ語では、グンテルとなる。グンダハールは、実在が明らかになっている最初のブルグント王である。彼が単独の王であったか、伝説にあるように兄弟との共同統治であったかは、はっきりしない。歴史家であるテーベのオリュンピオドロスは彼を、複数形のファイラムダアルファロー界の称号で、呼んでいることからすれば、単独の統治者でなかったとも考えられる。アキテーヌのプロスペロスは、彼を王であるとしている。406から407年、他のゲルマン人部族と共に、ブルグント族の大多数がラインを渡った。411年、グンダハール王は、アラン人のオーゴールと協力して、ライン下流下ハンゲルマニアインフェリオルの地で、傀儡皇帝ヨーイヌスを擁立した。記録には、ヨーイヌスの南ガリア戦役に関わったとある。413年に、ヨーイヌスが敗れると、ローマの軍司令官であったコンスタンティヌスは、ブルグントをフォエデラティとして、ラインの砂岩に定住させた。多くの学者は、後世の伝説を根拠として、この定住地がボルムス周辺であったと考えているが、異論もある。430年代に入り、ブルグント族に対する、紛族の圧力が高まる中で、435年、グンダハールは、その対応として、トリーヤ周辺を本拠とするローマ属州、ベルギカプリマに攻め入った。迎え撃つローマの将軍フラウィウス・アエティウスはこれを、破るも、ブルグントの国家としての権利を保障した。しかし翌年、アエティウスは、紛族の傭兵を引き連れ、ブルグントを攻撃し、王国を滅ぼした。アキテーヌのプロスペロスによれば、グンダハールと部族の多くは、アエティウスとの戦闘で死んだとされる。アエティウスは、亡国の民をローヌ川上流のサボワに移し住まわせた。グンダハール王と、その破滅は、移住させられたブルグントの民や隣接するゲルマン人部族によって記憶され、伝えられたものと考えられている。王国を再建したグンドバード王によって5世紀末から6世紀初頭に編纂されたブルグント法典には、旧王国の王党について、ギビコ、グンドマール、ギスラハリウス、グンダハールの4人の記載があるが、彼らの血縁関係に関する言及はない。伝説では、ギビコは、グンテルの父として、グンドマールとギスラ・ハリウスは、グンテルの兄弟にして、共同統治者として登場する。アキテーヌのワルテル伝説を語る、古英語の断片的な詩、ワルデレでは、グースヘレは、ワルデレを攻めようとする。グースヘレは、ワルデレが友好のために送った品を拒絶するなど、高慢な人物として描かれる。グースヘレは、ワルデレの持つ黄金を奪おうとする様子を見せる。古英語の詩、ウィドシースでは、語り手がウルグント族を訪ねた際、グースヘレから指輪を賜ったというくだりがある。ワルタリウスは、アキテーヌのワルテルの伝説をラテン語で書き直した叙事詩である。定説では1000年頃のものとされるが、カロリング朝の頃に作られたとする説もある。ワルタリウスでは、グンタリウスは、ボルムスを根城とする、フランク人の王として登場する。詩の冒頭、グンタリウスの父ギビコは、未だ幼少のグンタリウスの代わりに、臣下であるハゲノを人質として、紛族へと送った。ハゲノは後に脱出し王国へと戻っていた。ワルタリウスと恋人、ヒルトグントが紛族から宝を奪って逃亡した時、彼らは、ボルムスの近くでラインを渡り、グンタリウスの王国へ入る。彼らは渡し森に打賃として魚を渡したが、渡し森は近くでは見かけないその魚を王の元へと送ってしまう。それを見たハゲノは彼らがワルタリウスであると気がつき、グンタリウスへと知らせる。グンタリウスは、宝はかつて富豪がアッティラに献上した黄金であり、取り返すべしと主張した。ハゲノの還元にもかかわらず、王は兵を差し向けて二人の捕獲に乗り出す。二人を見つけたグンタリウスは、ワルタリウスに黄金とヒルト軍刀を渡す、よう要求する。差し向けた兵は、要求を拒絶したワルタリウスによって殺され、ついにはグンタリウスとハゲノだけになってしまう。グンタリウスは、ワルタリウスの退却を許すふりをして後ろから襲いかかる。ワルタリウスは、グンタリウスの片足を切り飛ばしたが、いざ殺そうという段でハゲノに阻まれる。ハゲノとワルタリウスは一騎打ちをし、ついには双方不遇となるも、ヒルト軍との治療を受けて和解し、友人として別れた。この物語では、グンタリウスが紛族の黄金に魅せられたために、破滅するという筋となっており、史実とはむしろ逆になっている。ジークフリート伝説での役割と同様に、ワルテル伝説における役割もまた、グンテルに、負のイメージを与えるものとなっている。ブルグント人にエッツェルの宮廷への出立に備えさせる、グンテルの物語が次に、文献上に登場するのは、1200年頃に成立したニーベルンゲンの歌においてである。ニーベルンゲンの歌では、グンテルは、ボルムスに城を構えるブルグントの王である。父王、ダンクラートと母校ウーテの子で、二人の兄弟、ギーゼルヘルとゲルノートと共に王国を治めており、クリームヒルトという名の妹がいた。クリームヒルトへの求婚のために、ボルムスに来たジークフリートは、妹姫をよこすように、王、グンテルに要求する。するとグンテルは、ジークフリートの力を借りて敵である、サクソン人やレーエン人と戦い、これを破る。果たして、グンテルはジークフリートに、妹との結婚を許したが、これにはもう一つ条件が課された。グンテルがイースラントの女王、ブリュンヒルトに求婚するのを手伝え、というものである。ブリュンヒルトは、剛腕の女傑であり、求婚者は、彼女の課す力試しをこなさねば、結婚するどころか殺されてしまうのである。タルンカッペという魔法の隠れ蓑を使った、ジークフリートの助けを得た、グンテルは力試しを攻略し、ブリュンヒルトは、グンテルとの結婚を強いられた。しかし、ブリュンヒルトは、グンテルとの共寝を拒否し、グンテルを縛り上げて天井に吊るしてしまう。グンテルは、タルンカッペで、グンテルに姿を変えた。ジークフリートの助けを再び借りて、ブリュンヒルトを抑え込み、共寝を遂げる。しばらく後、クリームヒルトとブリュンヒルトは口論する。クリームヒルトは、ブリュンヒルトの処女を奪ったのはグンテルでなく、ジークフリートであったと告げる。ブリュンヒルトが、グンテルに訴えたので、グンテルはジークフリートに、それは真実でないと公に誓わせた。しかし、ブリュンヒルトとグンテルの臣下、ハゲネは満足せず、グンテルを説得して、狩りの場でジークフリートを殺すよう差し向ける。ハゲネはジークフリートを殺し、クリームヒルトがジークフリートから相続するはずだった、ニーベルングの秘宝カスメトローと画策する。数年後、クリームヒルトはしぶしぶ、グンテルと和解するものの、ハゲネとはしなかった。奮王、エッツェルと再婚したクリームヒルトは、復讐を企て、に、グンテルを、奮の地へ招待する。ハゲネの還元にもかかわらずグンテルは申し出を受け、ブルグント人たちは、ボルムスからエッツェルブルクへと向かう。クリームヒルトの手引きで、ブルグントとフンが戦闘になり、グンテルは勇敢に戦うものの、ついに残るは、グンテルとハゲネのみとなってしまう。フン族の確証となっていた東ゴート・オーベルンのディートリヒは二人を生け捕りにする。捕らえられたハゲネが、グンテル王が生きているうちは、ニーベルングの秘宝のありかは明かせないと言うと、クリームヒルトはニーグンテルの首を跳ねて殺した。シズレクのサガは、コノルド語で書かれているが、内容の多くはドイツ語の交渉や、一部、ニーベルンゲンの歌などのドイツ語文献から翻訳されたものであるため、ここに記述する。グンナルは北ドイツのニブルンガランドに住まうニブルング族の王であり、ベルニッツァに本拠を置いていた。アルドリアン王とオーダヒの息子であり、兄弟姉妹にグリームヒルド、ゲルノーズ、ギスレルが、また腹違いの兄弟に、ホグニがいた。写本によっては、父親をイルング王とするものもある。グンナルは、シズレクによって集められた12人の勇士による遠征に参加する。イスング王の息子と戦って負けた、グンナルだったが、シズレクがシグルズを破ったために解放される。シズレクとシグルズはグンナルに伴って、ブルグント王宮へと赴き、シグルズは、グンナルの妹グリームヒルドと結婚する。シグルズがグンナルにブリュンヒルドと結婚するよう勧めると、グンナルは了承する。かつて、シグルズと結婚の約束をしたと主張するブリュンヒルドは、グンナルとの結婚に当初は乗り気ではなかったが、最終的には受け入れる。しかし、グンナルとの共寝は拒否し、その怪力で、グンナルを圧倒する。グンナルはシグルドに、自分の変装をして、ブリュンヒルドの処女を奪ってほしいと頼む。結果、ブリュンヒルドの力は失われ、彼女はグンナルの宮廷へと連れて行かれる。しばらく後、宮廷での地位をめぐって、ブリュンヒルドとグリームヒルドの間に、いさかいが起こる。口論をするうちに、グリームヒルドは、ブリュンヒルドの処女を奪ったのがグンナルでなく、シグルズであることを暴露する。これが、グンナルの耳に入り、グンナルとホグニは、シグルズを殺すことに決める。ホグニは、狩りの場でシグルズを殺し、グンナルと共に死体をグリームヒルドの寝床まで運ぶ。その後、グリームヒルドは、アトリと結婚し、スサトにある、新たな夫の宮廷へとグンナルを招待する。これは、復讐を期としてのものだったが、一方、アトリは、グンナルらがシグルズから奪った秘宝を縁としていた。ホグニの還元にもかかわらず、グンナルは訪問を承諾する。ニーベルンゲンの歌と同様に、アトリの宮廷でのグンナルは、ホグニの後についていくだけの役割となっている。戦闘が始まると、グンナルは捕虜となり、グリームヒルドに支持されたアトリによって、蛇で満たされた塔へと投げ込まれ、死ぬ。このサガの作者は、多少なりとも一貫性のある物語を作るために、話題とした交渉や文献に多くの変更を加えている。スカンディナビアに伝わるたくさんの遺文について言及があることから、スカンディナビアの読者が知っている物語と整合するように細部を変更したと思われる。このサガにおけるブルグントの滅亡の場面は、北欧と大陸の伝承から取り出した要素をうまく組み合わせた典型である。北欧のものに近い要素は、本来の低地ドイツの伝統を受け継いでいる可能性がある。例えば、蛇の塔は18世紀の終わりまでゾーストに存在していたことが判明している。1270年頃に編纂されたとされるシノエッダは、様々な時代の神話や英雄譚を集めたコノルド語による詩群である。一般的に古エッダに含まれる詩には900年以前のものはないと考えられており、13世紀になって書かれたものもあるとされる。一見古そうに見える詩も古い様式を偽して書かれたものがあったり、また新しそうに見える詩も古い内容を作り直したものがあったりして、信頼できる年代の特定は不可能である。詩のエッダではスカンディナビアの他の伝承と同様に、グンナルはギュキ王の息子でクズルーンとホグニの兄弟として登場する。詩によってグッドルムを兄弟とする者、いとことする者、異父兄弟とする者がある。グルロンドという妹が登場する詩も一つだけある。グリーピルの予言はシグルズが自身の生涯について受けた予言の体を取った詩である。グズルーンと結婚し、ブリュンヒルドに求婚するグンナルを助け、結果として殺されることをシグルズは知る。この詩はそれほど古いものではないと考えられている。シグルスの歌断片。シグルズの歌は断片的にしか残っていない。現存する部分にはシグルズの殺害が語られている。ブリュンヒルドがシグルズと寝たと主張したため、グンナルはシグルズを殺そうとするが、ホグニは虚言だと言って、それを諌める。果たしてシグルズは殺され、グンナルは将来を深く憂うが、一方のブリュンヒルドはシグルズを殺すために嘘をついたことを認める。この詩では、グズルーンとブリュンヒルドが注目され、グンナルは補助的な役割を担うに過ぎない。シグルズの短い歌でも、シグルズがグンナルの宮廷を訪れてから殺されるまでの顛末が再度語られる。心理的な動機に詳しく触れるその内容や詩の形式から、この詩も一般的にはそれほど古くないと考えられている。シグルズがグンナルの宮廷を訪れると、二人は意気投合し、シグルズはグンナルの求婚を手助けすることになる。シグルズはグズルーンと結婚するが、ブリュンヒルドもまたシグルズを欲しがる。嫉妬に駆られたブリュンヒルドは、シグルズを殺さないなら離婚するとグンナルを脅す。グンナルとホグニは女王を失うよりは、シグルズが死んだ方がマシと考え、弟のグッドルムをそそのかして、シグルズを殺す。ブリュンヒルドは、グズルーの嘆きを聞いて高笑いし、それを聞いたグンナルは彼女を責め、告発する。ブリュンヒルドは、もともと、グンナルとは結婚したくもなく、ただ兄のアトリに言われたからそうしただけだと述べる。グンナルの説得にもかかわらず、ブリュンヒルドは自害する。ニブルング族の殺戮は、シグルズの死のエピソードと、ニブルング族とアトリに関する、次の詩をつなぐ短い散文である。アトリは、妹のブリュンヒルドが死んだことで、グンナルを責めたため、グンナルは、その遺者のためにアトリに未亡人、クズルーンを嫁がせる。グンナルは、ブリュンヒルドとアトリの妹オットルーンとの結婚を望むが、アトリに拒絶され、二人は恋人同士になる。しばらく後、グンナルとホグニは、アトリに招かれ、クズルーンの諌めも聞かず、宮廷へと向かう。果たして二人は、囚われの身となり、グンナルは、蛇の穴へ投げ込まれる。グンナルはハープを演奏して、蛇たちを眠らせるが、最後には一匹に肝臓を噛まれ、死ぬ。オットルーンの嘆きは、アトリの妹である、オットルーンがグンナルへの愛を語る筋書きとなっている。ブリュンヒルドが死んだ後、オットルーンへのグンナルの求婚をアトリが跳ねつける。それでも二人は恋仲となり、共寝をするが、ある日ついに露見してしまう。怒ったアトリはグンナルとホグニを殺す。オットルーンは蛇の穴からグンナルを逃がそうとするが、たどり着いた時には彼はすでに死んでいた。アトリとオットルーンの母が蛇に化けて彼を噛んだためであった。オットルーンは詩人が異なる視点からニーベルング族の没落を描くために後世に追加された役柄だと考えられている。また、グンナルとアトリの敵対関係についても、アトリが財宝を欲しがったことだけでなく、オットルーンとグンナルが恋仲になることが理由として機能している。アトリの歌では、アトリは富を与えると言いつつ実は彼らを殺すつもりで、ホグニとグンナルを招待する。グズルーンからの警告が届いていたにもかかわらず、グンナルは行くことにする。彼らはミュルクビズを通ってアトリの宮廷へと向かう。到着するや否やアトリによって二人は捕らえられる。財宝のありかを聞かれたグンナルはホグニが死んだら答えようと言う。そこでアトリはホグニを殺し、その心臓をグンナルに突き出す。グンナルは笑って、これで財宝のありかを知るのは自分だけであると述べ、白状を拒む。アトリはグンナルを蛇の穴へと投げ込む。グンナルはハープを弾いて、ついに蛇に噛まれて死ぬ。アトリの歌は、おそらく9世紀に遡り、詩のエッダの中でも、最古のものの一つと考えられている。この詩で特に注目すべきは、シグルズが全く登場しないことである。ミュルクビズの存在や語りの無時間性は、歴史的伝説というよりも、神話世界の様相を詩に与えている。また、ここでのミュルクビズは、11世紀のメルゼブルクのティートマルがミリキリューと呼んだエルツ山地を指している可能性がある。グリーンランドのアトリの言葉、グリーンランドのアトリの言葉は、アトリの歌と同じ物語を語る詩だが、いくつか重要な相違がある。グンナルがアトリの招待を受けたとき、グンナルとホグニはグズルーンからの警告を無視する。ホグニの妻コストベラが行かないようにと読んだルーンも、グンナルの妻、グラウムボールが見た、不吉な夢も無視する。二人がアトリの宮廷に着いたとき、随行してきたアトリの使者が、二人は死ぬことになると告げる。グンナルとホグニは彼を殺す。クズルーンは二者を調停しようとするが失敗し、兄弟と共に抵抗するが、結局グンナルとホグニは捕まってしまう。アトリは、グズルーンに嫌がらせをするためにグンナルとホグニを殺す。蛇の穴に投げ込まれたグンナルは手を縛られていたためつま先でハープを弾く。果たして彼は噛まれ死ぬ。ボルスンガサガではグンナルの生涯と事績が3分でより長く語られている。著者が他のテクストを知っていたことを示すものはないが、詩のエッダのものに極めて近いプロットをたどる。著者はノルウェーで活動していたことがあると考えられ、ゲルマン伝承のコノルド語翻訳であるシズレクのサガを知っていたようである。したがって、ボルスンガサガは13世紀後半に編纂されたものとされる。グンナルは、ギューキオーとグリームヒルドヒの息子で、ホグニ、グズルーン、グッドルムの兄弟として描かれる。シグルズが、ブルグント宮廷に着いた後、グンナルは母、グリームヒルドからブリュンヒルドとの結婚を勧められる。しかし、ブリュンヒルドは炎の壁を越えた勇者でなければ結婚しないという。グンナルはこれを成し遂げることができなかったが、シグルズがグンナルに変装して壁を越えてみせる。しかしてブリュンヒルドはグンナルと結婚させられる。しばらくして、クズルーンとブリュンヒルドは、シグルズとグンナルのどちらが地位が高いかで口論になる。グズルーンが結婚の際の偽計を暴露したため、ブリュンヒルドはグンナルに復讐を求める。グンナルはブリュンヒルドの決意を変えることはできず、シグルズを殺すことを決める。グンナルとホグニは、シグルズと何の制約も結んでいなかった弟、グッドルムに殺させることにする。凶暴にさせるために、グッドルムに狼の肉を食べさせて、眠るシグルズの部屋に差し向ける。果たして暗殺が成功すると、ブリュンヒルドは自害し、グンナルの運命を予言する。アトリに対して、ブリュンヒルドの死を償うために、グンナルはシグルズの妻にして、自身の妹であるグズルーンをアトリに嫁がせる。グンナルは、アトリのもう一人の妹をオットルーンと結婚しようとして、アトリに拒絶されるが、オットルーンと関係を持つ。グンナルは代わりに、グラウムボルという女性と結婚する。しばらくして、妹の復讐と財宝の強奪を目論んだ、アトリは、グンナルとホグニを宮廷に招待して、殺そうとする。グンナルはいぶかしみ、クズルーンもまた行かないよう警告するが、グンナルとホグニが酔っ払っている時に、アトリの使者に言いくるめられて、招待を受けてしまう。妻からの諌めもあったが、二人は、アトリの宮廷へと出立する。到着した際、これは罠であると明かした使者を、二人は殺す。アトリは、グンナルがシグルズから奪った財宝を要求し、これをグンナルが断ったため、戦闘が始まる。結局グンナルとホグニは捕虜となる。グンナルはホグニの心臓を見るまでは財宝のありかを明かさないという。ホグニの心臓を突きつけられると、グンナルは笑い、今や財宝のありかを知るのは自分だけであると述べ、決して吐こうとはしなかった。アトリは命じて、グンナルを蛇の穴に投げ込ませる。グンナルは手を縛られていたためつま先でハープを弾く。果たして彼は噛まれ、死ぬ。蛇の穴に投げ込まれたグンナル。蛇の穴でのグンナルの死は、図像としてもよく描写されている。グンナルの物語ができる以前のものもあり、蛇の穴に投げ込まれた男の絵が、すべてグンナルを描いたものではない。ハープが一緒に描かれていれば、それを手がかりにグンナルと同定することができるが、アザルヘーズル・クズムンツ・ドッティルによれば、そもそもハープのエピソード自体が、グンナルの物語の一バリアントであり、ハープがないからといって、グンナルでないとは言い切れないとしている。スカンディナビアでない地域では、満頭のアンドレアスの十字架に、蛇に囲まれたグンナルとおぼしき男の図像が描かれている。ただし、これはロキを描いたものであるとする解釈もある。グンナルを描いたと考えられる最古の図像は、スウェーデンのベスターユングにある、セーデルマンランド石碑である。グズムンズ・ドッティルは、近辺にシグルズ石碑が分布していることを考えると、この図像の男は、グンナルである、可能性が高いと述べている。ノルウェーやかつて、ノルウェー支配下にあった、スウェーデンの教会では、門や、荒い来板にグンナルと思われる図像が多く描かれている。早くは12世紀頃、最も早い例で1200年前後に遡る。これらの図像のすべてで、グンナルはハープと共に描かれている。グンナルの死がキリスト教の文脈で扱われていることは、このエピソードがキリスト教的に解釈された、すなわち預言者ダニエルの預言とみなされたことを示している。ノルウェー。スウェーデン、ゴトランド島にある7つの図像は、ハープを持たないがグンナルが描かれているという指摘がなされている。これらの図像は9世紀から11世紀のものであり、グンナルだとすれば、他の確実な図像よりも古いことになる。最も古いものは、9世紀のオーセベリ墳丘墓で見つかった荷車に刻まれたものである。ただし、この同定には異論も多い。クズムンズ・ドッティルは、ゴトランドの第一クリンテ、フニンゲ石碑では、蛇の穴の側に女性が描かれており、これは、グンナルを助けるオットルーンであると考えられるという。これらの図像は、いずれも、明らかに共通の表現がなされていることから、描かれた人物がグンナルであることに彼女は、賛成している。とはいえ、グンナルとされる多くの図像は、根拠がはっきりしないと述べている。ワーグナーの歌劇、ニーベルングの指輪では、グンターは、ギービッヒとグリームヒルデの息子で、ギービッヒ家の当主である。ハーゲンは、イフ兄弟であり、その父親は、ドワーフのアルベリッヒである。ハーゲンは、グンターとグルトルーネを説き伏せてそれぞれ、ブリュンヒルデとジークフリートと結婚させる。その際、ジークフリートに、愛の薬を飲ませて、ブリュンヒルデのことを忘れさせる。ハーゲンがジークフリートを殺した後、彼とグンターは口論となり、ハーゲンはグンターを殺す。ありがとうございます。